イメージ水線と入れよう、ボールタップの例ボールタップとは、指示棒の先端にボールの浮き玉があり、水面の上下変動によるボールの変異が、レバー付け根の弁を開閉する給水設備。低水弁やフロート弁と呼ばれることもある。水位が下がって給水が必要となると、浮き玉が下がることにより、付け根の弁を開き、給水が始まる仕組み。 各種タンクの給水栓に取り付け自動給水に用いる。タンク給水の水洗便所や、受水槽、高桶水槽、太陽熱温水器クーリングタワーなどで採用されている。ボールタップは短式と複式があり、短式は、水洗便所のタンクのような満水時に給水を止めるだけの用途。複式はは、支点が2個あり、テこの原理で止水するため、 保持機能が大きく取れるものを言い、受水槽などの設備において、減水時の警報、満水時の警報の2種類の役割を持たせた用途で使用される。水洗便所のタンク内、ボールタップボールタップによる給水の様子受水槽や、高オ水槽、水洗式便所の便器洗浄用タンク、太陽熱温水器等の給水設備水面の上下変動による浮き玉の変異により、 給水弁を開閉する。水位が下がって給水が必要となると、浮き玉が下がることにより、付け根の給水弁が開き、給水が始まり、満水になると、浮き玉の浮力を利用して上昇し、給水弁が停止し自動的に給水が止まる仕組み。浮き玉の材質は、ポリエチレン玉のほか、使用用途により銅玉、ステンレス玉が用いられる。水洗弁所や高置き水槽で、 ボールタップで給水する場合は、ボールタップが故障した場合、タンクの外へ水が溢れ、火財を濡らす、財産損害を防ぐため必ずオーバーフロー管を取り付けなければならない。ありがとうございます。